日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら一平ちゃんのやみつき塩だれ焼きそばを食べたいと思います。一平ちゃんソース焼きそば前に食べたことあるんですけど、やみつき塩だれ、塩は初めてな気がしますね。どんな味なのかな。それでは開けていって、おお、カップ焼きそばおなじみのこの形です。では開けると中から、はい、ソースと、はい、マヨビームが出てきました。ガーリックマヨか、からしとか出ないのといいな。ではお湯を注いで準備していきますので、しばしお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、出来上がりましたが、一つミスしてました。ふりかけ外に出すの忘れてた。うわ、ふりかけが中に入っちゃってた。まあさすがに使えますよね。そういうことにしといてください。あなたが作るときはこんなことのないようにね。ではちょっと、ちょっと見えづらいですけど、多分マヨネーズ多分本当はビューってかけるんですよ、ね、でしょうね。自分が失敗してこんな形になってますけど、本当はビューってかけると思うんですけど、一平ちゃんの何でしたっけ、明明け星さん、もしご視聴でしたら教えてください。そして間違っていたら申し訳ございません。さてさてさて、ではちょっとガーリックというだけあってニンニクの香りが効いてきましたね。食欲をそそる刺激、美味しそうです。それではいただきます。塩焼きそばだとソースとはまた違うのかな。いや、違うのは確かなんだろうね。どういう風に違うのかな、変わるのかな、すっごく気になってる。さっさと吸ってみよう。はい、おお、なるほどね。意外とさっぱりいただける。いや、意外とじゃないな、塩だからさっぱりいただけるんだ。ソースは濃厚こってりで、味わうそばよりも調味料の味を楽しむタイプ。塩焼きそばは調味料はさっぱりで、そばとの調和を楽しむタイプと言えるかもしれませんね。もっとたっぷり誘ってみたいな。夏のお祭りとかに食べたいかも。あ、そういえば屋台の焼きそばだったか、生。ごちそうさまでした。ですね、ニンニクの刺激で結構濃く味に深みがあるんですけど、一方でかなりあっさりと食べることができて、ソースとはまた違ったさっぱりした味わいが楽しめる焼きそばでしたね。私はあっさり系の方が好きですねという場合は、ソース焼きそばよりもこちらの塩だれがおすすめです。反対に濃厚な旨味が美味しいんだよとあなたが思うのであれば、ソース焼きそばですね。自分はどちらも好きなので、今回の塩だれはそうですね、まあっさりしていてまた違った面を見せてくれたということで、4点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。